フランソワ・ジョゼフ・モセックは、フランスで活躍したベルギー出身の作曲家、指揮者。長い生涯の間に、バロック音楽の終焉から、初期ロマン派音楽の勃興までに遭遇した。現在では、一般的に、バイオリンのための愛らしい商品、ガボット一曲によって知られている。彼は、公共曲の大屋で30曲近くを書いた。パリ音楽院創立の際、 作曲の分野における教授として招かれ、教育家としての実績もある。今となっては、彼の存在は、渦漏れてしまったという感があるが、フランス公共局の父としてその業績は忘れがたい、ものがある。共和制、定世時代の革命家の作曲家としても、歴史的に名を残している。オーストリア領ネーデルラントの中にあった、フランスの飛び地である、エノー州のベルギー村の、 小さな農家に生まれる。幼児期から音楽への強い思考を見せ、アントウェルペンの聖果単位に加わる。1751年にパリに行き、ジャン・フィリップ・ラモーに見出される。ラモーの裕福なパトロン、ラポプリニエールの施設楽団の指揮者に任命され、フランスで気学局の研究をやり直すべく決心する。1754年に最初の公共局が上演される。 ゴセックはコンゲコのオーケストラの指揮者としていくつかのオペラや自作を上演する。目覚ましい成功によってフランス音楽に自らの影響力を見せつけた。1760年に1時間半を要する大作のレクエムを初演すると一世にしてゴセックの名は有名人の仲間入りを果たした。この作品を賞賛したモーツァルトは百七十八年のパリ滞在中に ゴセックを訪ねて、会見記を父親に書き送った。曰く、とてもいい友人になりました。とてもそっけない人でしたが、ゴセックは1770年に、コンセールでザマトゥールコンセールでアマチュアーズを設立し、1773年には、シモンルデュックやピエール・ガビニエスと共に、コンセール・スピリチュエル・コンセール・スピリチュエルを再編成した。この演奏会のシリーズでゴセックは、 自作の公共曲だけでなく、同時大臣、とりわけ、ハイドンの作品を指揮したので、ハイドン作品は、次第に、パリで人気となり、ついには、ゴセックの公共学をしのぐに至った。1780年代にゴセックは、公共曲の作品数を減らしてゆき、オペラに集中するようになる。百八十四年に、エコール・ルシャン・エコール・でチャントを設立、フランス革命の際には、 エティエンヌ・メユールと共に、旧国軍の学体指揮者を務め、1795年に、パリオン学院が設立されると、ルイジ・ケルビーニと、そしてまたもやメユールと共に、私学官に任命された。フランス学士院の最初の会員に選ばれると共に、レジオン・ドヌール勲章を授与されている。1815年に、ワーテルローの戦いで、ナポレオンが敗北すると、ルイ18世によって、 パリ音楽院はしばらく閉鎖に追い込まれ、81歳のゴセックも引退を余儀なくされた。音楽院近くで年金暮らしを続けながら、最後の作品となる3曲目のデデウムの作曲に1817年まで取り組んだ。フランスの外ではほとんど無名であり、おびただしい数の作品は、宗教音楽も世俗音楽も共に、同時代のより有名な作曲家の影に隠れていった。 それでもゴセックは多くの者にとって気学曲復興の強力な立役者だった。ゴセックはパリ郊外のパシーに没した。葬儀にはかつての同僚をおける B にも駆けつけた。墓はペール・ラシェーズ墓地にあり、グレトリとかつての名優メユールのそばに葬られた。ゴセックはロマン派音楽の時代におけるオーケストラの拡張や上演における企業人員の膨張傾向。 ステージ上、ステージ外における空間配置へのこだわりなどを先取りしている。それはゴセック一人のうちで一過性に終わったというよりベルリオーズを通じてその後のとりわけドイツロマン派音楽の展開に影響を与えたと言うべきかもしれない。ゴセックのレデウムは1200人の歌手と300人の吹奏楽を必要としておりいくつかのオラトリオは 複数の合唱の物理的な配置と分割が支持され、しかもステージの陰には、聴衆から見えない合唱体も使われている。共和制の勝利でトリオンフでラレピューブリークや、自由の賜物を得る、オフロンド・アラリベルテのようなフランス革命賛美の作品もいくつか残した。ありがとうございます。